こんにちは、大阪港の木村です。今回紹介するのは木村のトワレというアプリです。いきなりですが、僕はお腹がすごく弱いです。こんな悩みを持っているのは僕だけではないはずと考え、腹痛で苦しむ人の助けになりたいと思いました。そこで考案するのがお腹が弱い男性に向けたアプリ、木村のトワレです。外出時のスムーズなトイレ生活を提供します。メインはトイレを探したりするアプリです。一つ目の機能としてトイレを探せるという機能があります。現在地から目的のトイレまでの到着予想時間を見ることができます。二つ目の機能は空き状況の確認です。空いていないときは2階がこのようになっておりますが、空いているトイレがあるときはこのように表記が変わり、空いているトイレを的確に見つけることができます。三つ目の機能が思いやりです。ハートボタンを押すとトイレにあるランプが光り、もうすぐ空くトイレが見つかるということがわかる機能になっております。なぜ商業施設のかというと、トイレで集客ができるのではと考えたからです。400人中100人もの人がトイレを利用した後、商業施設で商品を購入したので、ここが狙いだと思いました。メリットをまとめると、ユーザー側は快適なトイレライフを送ることができます。商業施設は利益の増加を見込むことができます。ご清聴ありがとうございました。